あ、どうもこんにちは。世田谷のシンガーソングライターともと申します。よろしくお願いします。今日もですね、歌ボーカルミックスボイス練習されている方に向けて、まあ一つちょっとまあ練習のポイント、コツなんかをね一つお話ししようと思うんですが、こんな方いませんか？よく歌ってて、まあ、最後まで歌いきれない、まあ、途中でこう声が失速しちゃってできらなくなっちゃったりとか、2曲目はもう全然歌えない、つまり声がもう枯れてしまって歌えないとか、まあ、そもそもミックスボイスの練習をしてるんだけどミックスボイスの練習ができなくなっちゃう、時間が経てば経つほどもう10分もやれば声がカラカラになっちゃう、まあ、こう声が枯れやすい、喉が痛みやすいっていう方に向けてのお話ですね。で、結論から言うと、一応いろいろこのコツっていうのはあるんですけど、今日お話ししたいのは、歌いながら休むという感覚、練習歌いのコツをお話ししようと思うんですけど、歌いながら休むってどういうことかっていうと、まあ、当然こう歌っててこう、まあ、やっぱりこう表現力とかやっぱり声量とかいろいろな歌への意識を向けると、まあ、こう喉声帯を使って声を発するので、まあ、当然声帯も疲弊してきます、まあ、筋力も使うので、まあ、筋力も疲弊してきます、まあ、疲れるは疲れるんですけど、その疲れを軽減してなるべく声を枯れにくくする歌い方があると。で、それはまあいろんな言い方もあるんですけど、私が今回お話したいのが休みながら歌うってことですね。まあ、その歌って休んで歌って休んだって、その一曲歌って休むとかそういう話もそうなんですけど、もっと細かく歌いながら休むってことです。で、歌いながら休む、例えばちょっとやってみると、あーな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 ーみたいな、ちょっとこう音程が上がって、まあ、上がると多分ちょっと声帯テンションとかこう声帯の閉鎖とか喉働くと思うんですけど、音程が高いところが低いところに落ちた時に一度喉をリセットして、まあ、つまり何も歌ってない状態、特にリラックスした状態の喉が開いた状態に戻してあげるということです。まあ、当然喉は常に開いた状態で常にリラックスした状態が理想なんですけど、どうしてもやっぱり歌っててこう高い声とかこう声量表現力に意識を向けるときって、ちょっとやっぱり喉にこう力みとか声帯のテンションに対するこう喉の働きが、エネルギー筋力として使うので、まあ、どうしても疲れは出ます。で、その疲れが出やすい高音を取った後ですよね、取った後で高音を取って少し喉の声帯のテンションとか声帯の閉鎖の筋力の力の向ける意識もちょっと緩められるタイミングがあるんですよ。だからこれは低音が全てそうかというとちょっと難しいんですけど、息を抜くタイミングっていうのもあって、まあ、ブレスをするタイミングとか、まあ、メロディー的にちょっとゆったりゆっくり歌える部分がある、まあ、高音とか細かくメロディーをリズム刻むところが、まあ、ちょっと集中的に歌うところだとしたら、そうでない、まあ、低音でメロディーも緩やかに歌って、もしくはブレスでちょっと息の、歌のお休み、ブレス、まあ、ブレスっていうのは別に歌のお休みではないんですけど、呼吸を入れるところで一緒に喉のリラックスも取り戻すってことですね。まあ、特に高い声を取るときに、ちょっと少し筋力がこわばってしまった部分を、その高い音を取り終わった後戻してあげるってことですね。まあ、単純に意識的には歌う前の状態に戻すってことです。まあ、今こうやって喋ってるこの時の状態と、あとこう高い声を取っていく時の状態って多分喉の感覚って違うと思うんですよ。で、高い声を取る時ってやっぱりある程度喉にちょっとクッとこう筋力というか集中的なエネルギーが集中すると思います。エネルギーというか、まあ、喉はね使うとやっぱり疲弊するっていうのは、まあ、高い声っていうのは一番疲弊しやすいところがあるので、その高い声を取った後それ以外の部分で、声を発声する以前のこのリラックスした状態の喉に戻してあげるってことですね。で、まあ、ちょっと具体的にどういうことかっていうのはステップ、まあ、3つぐらいに分けてお話ししようと思うんですけど、まあ、まず最初に、まあ、その自分のリラックスした状態、喉が開いて、まあ、理想の声が出るいい状態をどういうものなのかっていうのをちゃんと掴んでおきます。まあ、それ何かっていうと、まあ、単純に今こうやって普通に歌っていない、まあ、気持ちもリラックスした状態のこの喉の感じを感覚として覚えておくってことです。まあ、これがまず大前提ステップ1ですね。で、ステップ2でまず何でもいいのでまずカラオケでも歌を歌ってみます。で、その歌を歌う中でワンフレーズ、例えばラー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 でフレーズ歌ってブレスまたはメロディーが途切れる部分があると思います。で、ブレスまたはメロディーが途切れた瞬間にステップ1でやったこの歌ってない何にもしないリラックスした喉が開いた状態を呼び出して戻してあげるということです。まあ、当然歌い始めて高い声取ったりするとなんなーとこうちょっとこう喉に少しクッと筋力の力が入ると思います。まあ、力みすぎてはダメなんですが、それ絶対筋力が入ると思うので、その入った力をステップ2でなんなーってこう取り終わった後一回
喉をニュートラルに戻してあげるってことです。まあ、ステップ1でやった何もしてない状態、リラックスした状態に戻してあげるってことです。でまた次のステップ3はまた歌の方に戻っていくと、まあ、単純に自分で歌う前に自分のリラックスした状態、喉の開いた状態をまず掴んでおいて、じゃあ歌い始めます。で歌も続けて連続して緊張しっぱなしではなく、1フレーズ1フレーズごとに一回息を置けるタイミングを自分で掴んで、そこの息をつけるタイミングで力を抜く、ステップ1のリラックスニュートラルの状態に戻してあげるってことが、歌いながら休むってことです。だからもう本当ワンフレーズワンフレーズごとにそれをしてあげるってことがとてもポイントになります。で、練習方法の中で、まあ、このワンフレーズ歌って休むっていうこの感覚をつかむに、原曲流しながらってなかなかちょっとこう、例えばハップテンポの曲なほど難しいと思うので、まあ、最初はスローテンポ、バラード系のゆっくり歌を歌うような感じの曲で練習してみるといいと思います。その自分で息をつく瞬間、歌いながら休む、まあ、休みすぎて音を外しちゃったらホーマー先生なんですけど、歌っててしっかり取るところは取る、でちょっと一回息を抜く、力を抜く、喉の力みを取る部分はしっかり取ってあげるっていうことをゆっくりバラードの曲でやってあげて、で慣れてきたらちょっとずつアップテンポ、アップテンポの曲ほどもうずっとテンションが上がりっぱなしで曲、喉も緊張しっぱなしな部分が多いと思うので、アップテンポな曲ほど途中で少し喉にリラックス、喉リラックス、ニュートラルな状態、力が抜けた状態をもうワンフレーズごとに、取り戻してあげると。でそういうのをどん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 アップテンポでもできるようになったら、まあ、大体歌いながら休むという感覚はつか、めるはずですというのが今日一応お話ししたいメインのところですね。で一応後半ちょっと最後に喉が痛みやすい、声が枯れやすいっていう方に向けての話なんですけど、ある程度基本的なところは押さえた上での話なので、まあ、一応最後におまけ程度じゃないですが基本的なところもちょっとお伝えしてこの動画終わると思うんですが、まずその喉が痛むとか声が枯れやすいっていう、まあ、理由はまあ主に3つぐらいありまして、でやっぱり一番は喉はこう締め付け、こう力みってこう高い声を発生する時のこの力みが強すぎる場合ですね。でこれはやっぱりリラックスする、もう力を抜いてあげるしかありません。であとはまあ2つ目としては、はぁってこう強い息、まあ、特に高い声とか、まあ、声量を出そうとする時にこう強い息、息がブワッとこう思い切って勢いで歌ってしまう場合、これも喉声枯れやすいです。でこれ、まあ一番対応策としては、もう息の量っていうのは常に一定、もしくは弱めに発生するぐらいのつもりで高い声とか声量発生するっていう時は弱く息を吐くっていう感覚で歌ってもらうといいかもしれません。これ2つ目です。で3つ目、まあ、あとはキーが高すぎるということですね。自分にとってキーが高すぎるのはやっぱりある程度ちょっと自分の声帯の発声のフォームが崩れてしまいやすいので、まあ、自分にとってちょっと高いかなぐらいのキーである程度とどめてあげる、まあ、自分でその原曲キーにこだわらずに、まあ、歌いやすいキーに1回変えてあげて、ちょっとずつこう上げたりキーを調節してあげるというのが、ポイント。これが3つ目ですね。で、まあ、ある程度そのこう自分の歌う中でこういう悪い癖があるから声が枯れやすいっていうのは結構、まあ、意外とすごい小さなことなんですけど、まあ、結構改善すると、まあ、歌いやすくなったりするっていうのが、まあ、いくつかあるので最後にご紹介すると、まずこの上を向きながら、まあ、ヘッドアップといわれる顎をこう突き出して前を向きながら上を向く歌い方、まあ、高い声出すと普通にやっぱ上向きやすいんですけど、上を向くと喉締まりやすく声が枯れやすいです。なので顔は前、上を向かないようにするっていうのが一つで、二つ目が、まあ、こうまとめな水分補給ですね。まあ、結構忘れがちなんですけど、歌の練習でやっぱり喉の乾燥とか声帯の痛みっていうのはやっぱ潤いが大事なので、まあ、加湿とか吸水っていうのをしっかりしてあげましょうっていうのが二つ目で、三つ目、腹式呼吸ですね。まあ、これもまあ今更言うまでもないかもしれませんが、喉の力みっていうのは腹式呼吸ができてない方がやっぱ多いです。まあ、喉で歌っちゃってる状態ですね。まあ、喉で歌うっていうのは喉で使ってはってこう息のコントロールとか音程のコントロールしてる状態で、腹式呼吸っていうのはお腹横隔膜で息のコントロールだったり息の吐く勢い量をコントロールするっていうことが、腹式呼吸の一番ポイントなので、まあ、この腹式呼吸できると喉に力みが一切ほとんどなくなります。まあ、力みが入る原因っていうのは喉で呼吸息をコントロールしようと思っている部分が大きいので、それを腹式呼吸に落としてあげることで喉の解放リラックスにつながるのが3つ目です。で、まあ、最後は、まあ、ある程度分かってること思うんですが、飲み物そのものですね。給水ってお話したんですけど、まあ、お酒は絶対元気です。あと刺激物、炭酸とか辛いものとか
うん、まあ、冷たすぎるもの、熱すぎるもの、まあ、喉にこう刺激の強いものとか、あとお茶はちょっと油分を取ってしまうので、あまりおすすめできない。ウーロン茶とかっていうのはあまりおすすめできません。であとミルク、牛乳もなんか膜ができていいっていう噂もあるんですけど、ちょっとやっぱ人によって歌いづらいっていう方もあるので、まあまあ一番はあの常温の水が一番いいです。まあこの辺もね、まあ、参考程度に、まあ、喉すぐ痛みやすい方、声枯れやすい方は参考にしてもらって、また明日からの練習に役立ててもらえばと思います。まあミックスボイスの練習もね、結構リラックス結構重要な部分なので、参考にしていればと思います。こんな感じで、まあ、歌ボーカルミックスボイスの練習のコツポイントご紹介する動画もお届けしますので、ぜひねいいねボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。では次の動画をしましょう。